日本、アメリカ、オーストラリア、インドの4カ国の枠組みクワットの外務大臣会合が東京都内で開かれ海洋進出を進める中国などを念頭に協力を確認しました日米合意の4カ国が法の支配に基づく自由で開かれたインド太平洋の実現に向けて協力をしていく上川外務大臣らが出席したクワット外相会合は 海洋進出を強める中国などを念頭に、海洋秩序の強化による協力を確認しました。さらに、東シナ海、南シナ海の状況を深刻に懸念し、力や威圧により現状変更を試みるいかなる一方的な行動にも強く反対すると明記した共同声明を発表しました。さらに、サイバーセキュリティ分野や偽情報の拡散など、 外国による情報操作への対応についても協力を確認しました。